次は前足を作っていきます。これが前足のパーツです。それでは組み上げていきます。前足ができました。こんな感じですね。これも可動式になってて、このように何かが出てくるんですけど、まあ見てわかる通り拳のようなものが出てきましたね。これも後々わかってくると思うんで、お楽しみにしててください。あと説明が不足してたんですけど、前足のももの部分になるのかな。まあ後々これにパーツがついて完全な前足になります。次は後ろ足を作っていきます。これが白石の後ろ足のパーツです。それでは組み上げていきます。盛大に間違えましたね。あ、怖いなこれ。あれ使うか。これ久々の登場ですね。あんまり使わないからな。あんまり使わないってことはミスがないってことですよね。違うの。こっちですね。いやー、やられたわ。ありがとうございました。こうですね。で、こうですね。こうですね。
後ろ足ができました。こんな感じですね。これもね、変形するのでここが稼働します。結構動きますね。ちゃんとこう収納できるようになってます。これも後々どういう風に使われるのかわかるので、あ、なんかこうやるとこの茶色のクリアパーツ綺麗ですね。ん？なんだっけ？あ、後々わかるので、お楽しみにしていてください。